それでは本日のインタビューを始めます。お願いします。お願いします。はい、それではまず自己紹介をお願いします。はい、瀬戸京南学校の大学1年生18歳たずきです。わー、たずき。はい、今日はね、撮影会ということでインタビューをしてみたいと思いますが、はい、お願いします。まずは、9月でしたね。もうほぼ1ヶ月前になりましたけれども、北海道に行ってましたね、はい、した。北海道の感想をちょっと聞きたいと思います。寒かった寒かった。なんか一足先に冬の訪れを感じたみたいな感じでした。で、あと食べ物が全部美味しかった。マグロがめちゃめちゃ美味しかった。そう、めっちゃ美味しかった。マグロを食べたんですね。マグロ食べました。めっちゃ美味しかった。どこで食べたんですか？1日目のライブが終わった後の夜、居酒屋さんでちょっと準備してた居酒屋さんで食べました。おお、スイーツも食べたんですか？食べました。スイーツは何を食べましたか？パーフェじゃないわ。あのスイーツ、パフェ食べに行くつもりだったんですけど、お腹空いちゃって、あのパスタとそれについてくるなんかデザートみたいな、そのデザートの方と、あとメンバーからちょっともらったパフェ。札幌駅の四つ葉カフェですね。なるほどなるほど、美味しくてよかったですね。よかった、めちゃめちゃ美味しかった、はい、また北海道行きたいですか？ぜひ、もちろん、もだよ。じゃあ、あの札幌のファンにまた呼んでくださいってアピールしてください。また会いたいからぜひ呼んでください。なるほど。それでは続いて次の遠征先を聞いてみたいと思います。次の遠征先はどこですか？次は、東京も行くんだけど福岡遠征行きます。お、福岡、福岡のファンがきっと和樹ちゃんを待ってますよ。待ってるかな、待ってて。待ってるといいな。福岡では何を食べたいですか？福岡やっぱりラーメンかな。ラーメン食べたいですね。そう、やっぱ時間が結構ないと急いでなんかいろいろしないといけないから、結局食べれないとかあるから、そう、食べたいな。お、では福岡で待ってるファンの方にアピールをお願いします。はい、今回の福岡遠征5人中の1人にちょっと選ばれたから、せっかく選ばれたからね、めちゃめちゃ頑張ろうって思ってます。いろんな人にスタートを知ってもらえるように頑張ります。自分のファンの人いたら会いに来てね。待ってるよ。